2021明治安田生命 J1 リーグ第16節、愛知県豊田市の豊田スタジアムから名古屋グランパス対ベガルタ仙台の一戦をお送りします。では今日のスターティングメンバーご紹介していきます。名古屋グランパスゴールキーパーランゲラックです。ディフェンスライン右から成瀬、今日は中谷、木本のセンターバックコンビ、左に吉田、中盤は3ボランチでして米本、稲垣、長澤、前線に斉藤、柿谷、マテウスと入っていきます。一方仙台です。前節大分戦からスタメン6枚変更してきました。ゴールキーパーヤクブスオビク、ディフェンスライン右からマセ、アピアタビア、久志、吉野、石原、中盤松下とフォギーニョのダブルボランチ、右マルティノス、左加藤、皆川、西村の2トップです。さあ米本からサイドチェンジ、マルティノス、そして成瀬、グランダー、反転できるか、後ろつけて米本、ナイスブロック、アピアタビアです。ファーサイドに柿谷、米本などがいます。巻いてくるボール、パンチング、スオビクです。直接ですね、ここは直接行きました、はい。まあ、成瀬といいますと右サイドバックですが、まあ、推進力のある森下であったり、はい、宮原であったり、そうですね、レギュラー争いが熾烈になってますよね、はい。ここはファールなし、マルティノスと吉田のマッチアップでしたが、うん、さあマセがここまで上がってきて、中に前だ、さあマルティノス、マルティノス、ランゲラック、マセのクロス最後合わせたのはマルティノス、そしてランゲラック、ナイスセーブ。根本、西村のマッチアップですが、さあ西村から稲川、マルティノス、マルティノス、フォギーニョが追い越して、マルティノス、右足のシュート、今シーズン公式戦3ゴール目、リーグ戦では2ゴール目を挙げました、マルティノス。いや、来ましたね、右足、しかも、まあ、これ仙台の方が逆に相手陣内でこうボールを奪って、でこのフォギーニョのこのオーバーラップ、これが結構効きましたね。名古屋ボールに変わります。米本、サイドチェンジ、斉藤を収めてマセがついています。グランダーレで柿谷か、柿谷左足、うん、これはわずかに枠を捉えきれませんでした、うん。その右の前田、そして成瀬、マイナス、前田、こぼれて、いや、思い切って打ちましたけどね、前田から長いボール、松下のクリアです。デリベカルどうぞ、ボールを収めました。さあ西村、うん、西村が走る、木本が合う、さあ西村中入れてカルドゾー、前線の崩し、西村横パスで最後カルドゾー、はい、まあ、中盤でカルドゾーがしっかりキープして、森下です。稲垣、稲垣のところに中原が行きます。いいボール、こぼれて成瀬から森下、わずかに枠の左です。完全にフリーでしたけど ね、吉田、さあ森下にボールが渡ります。前田が呼んでいる、面白い、相馬、相馬こぼれて、ここはヤクブスオビク、見事なキャッチ、面白いボール通しましたけどね、うん。吉田から中入れます、そして成瀬、
低いボール、そらした。ルーズになって森下か。ボックス内混戦していますが、なんとか駆け出していく。まだありますね。中谷から相馬、最後ゴール前やりたいですね。逆サイド山崎、胸で落として浮かせて中谷のところ、ここで試合終了のホイッスルです。名古屋グランパス対ベガルタ仙台、0対1、仙台が勝利を収めました。